ユンさん、いやフラッシュモブっていいですね。で私ね、速稼塾で結婚式をした後に、私43の頃だったんですけども、速稼塾の塾生さんがね、まあサプライズでね、私の披露宴を塾生みんなで作ってくれたことがあったんですよね。そこで私、フラッシュモブでも弾き語りでもないんですけども、そのピアノのメロディーポロンポロンっていうねメロディーに合わせて、その手紙を読むってコーナーがあったんですよ。で私ね、本当それびっくりしまして、私と今の奥さんがいるじゃないですか。で私の速稼塾の仲間の女性がですね、私がすごく尊敬している女性が私の母にインタビューして作った手紙を読んでくれたんですよ。すげえなと思いましたね。そんなよく、まあ私のね親のところに行ったなと思いましたし、で奥さんの、奥さんはねちょっとお父さんいないんですけども、奥さんのお母さんにインタビューしたのを今度別のね方が読むみたいなのがあって、やっぱね音楽の効果って非常にね強いなと思いますしね。それから昔から言われることですけども、音楽っていうのは世界共通の言語なんですよね。言葉が分からなくてもこの音とかねメロディーで気持ちを伝えることができるということがあります。で私が好きなアニメでね、マクロスっていうのがあるんですけども、これはね私小学生の頃に見たマクロスのイメージは、ただドンパチしながら誰かがよくわかんないけどリンミンメンが歌ってるみたいなことだったんですけども、ずっとマクロスシリーズを見てきて思うのは、マクロス7の時は特にですけどね、この歌っていう感情を発信することによって戦争すらやめられるっていうね、そこにテーマが置かれてるなと思ったらプロトカルチャーだなと思いますね。こんな感じでね、やっぱこうサプライズプロポーズ作戦っていうのはありますけども、まあ音楽で落としていくっていうのはまあまああることですよね。言ってみれば男性が告白する時っていうね、やっぱ音楽だと思うんですよ。この声と抑揚とメロディーとためとね、この声というメロディーが、告白というねメロディーが人の心をつかむことってあるんだろうなと思いますよね。という中でね、松潤さん、これからもプロポーズ作戦どんどん展開していっていただきたいと思います。楽しみにしております。今回はね、私のちょっと思いを語りましたけども、松潤さんと重なるところもあったんじゃないかなと思います。ちなみにですね、私の大好きな月刊誌昭和40年男、今月号最新号は日本のロック元年です。これはすごいですよ。これまた読んでいきたいと思いますけどね、私たちはねどんな音楽に心を奪われたのかってことが書いてます。世良雅則さんもね出てますね。はい、ということで本日は以上です。